はい、終わり。ああ、びっくりした。ああ、本当にびっくりした。はい、これ断然だな。テーブルの机の上に何かある。全然読めねえ。ライフ。ライフ、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 コンティニュー。適当だな。C がついてるからコンティニューって。わからんな、これ。マジでわからんぞ。これもうさ、英語はやめろって言ってんだろ、英語は。あ、びっくりした。今上になんか青鬼が出てきたんかと思った。英語は無理なんだって。鍵がいるんか。左、うわぁ、鼻か。鼻にビビっちゃったよ。鼻にビビっちゃったよ。これは紙になんか書いてある。白は青に消えていく。白は青に消えていく。なんだ、いや、本当なんだ、本当になんだよ。よし、わかったぞ。わかったぞ。なんだよ、英語。もうバカだな、俺。やばいな。小学生からやり直せって感じだよな。左から、レフト。ライト、ライト、センター。なるほどね。なるほどね。もうね、英語で書くなっつうのに。カタカナで書けよ。カタカナで。レフト、ライトって。レフトとライトわかるぞ。レフトは、レフトは左。レフトは左だな。レフトは左。レフト、ライト、ライト、センターだから、レフト、レフト、レフト。516だから、5、ライト、ライト、センター。OK。これでいいだろ？は？あは、扉の開く音がした。あー、英語勉強しなきゃな、マジで。ねえ。パソコン使えるなら、パソコン使えるようになるならね、英語ね、まあ、俺、あれだから、英語できないけどパソコンは使えるから。天才だから。天才だから。どういうことやね。さあ行くぜ。僕ビデオパッドっていう、編集メーカー、編集と、もう一つのね、編集をね、二つ使ってるんですけど、もう一つの名前も全部英語でわかんないというね。ビデオパッドも最初読めなかったからね。すげえやな。読めないのに、パソコン使えるというね。これ、巣は何に使うんだ？というところで、この象の鼻をね、使用すると、象の鼻を水中でこすってみた。水を溶けていき、中から何か出てきて、あー、小さな鍵。てかね、俺これ使ったんだよ、実は。実はこれ使ってたんだよ。ここでね、使ってたんだ、一回。使ってたのに、なぜか反応しなかったというね。で、この鍵をね、左側でやるというね。あれ使ったのになんでなんだろうな。使う場所が違ったんかな。いや、水中で使ったと思うけどね。鍵でロッカーを開けた。錆びた金具。あ、この錆びた金具をさっきの手に入れた巣で、あれだな。巣を取るんだな。錆やな。で、この金具をどうするんだ？おい。あ、この金具のところに、はめるところがあったな。で、これにつけるんだな。えい。どうやらスイッチだったようだ。金具を動かしてみた。水が抜けていく。おお、水が抜けて、ここへ。あ、これで右行けなくなったんだな。最初から行けなくなしとけよ。俺、右行っちゃったよ。さっき探索するときに。あと、セーブしとこうか。最高。とりあえず進んでいくか。これは、あ、これなんか見たことあるぞ。人体模型は何もないね。椅子もないし。お、あ、ここヒロシが、あれか、逃げたところか。タクロここに来るんだ。へえ。おい、あ、ここミカが通ったところやん。あ、相性番号、あ、ああ。校舎の瓦礫が落ちてきて通れなくなってしまった。最悪だ。あれ？でもこれミカ通るとき、あ、でもミカ死んだんかも。ミカもう死んだとか。前にここに来たときと様子が違う。あの化け物が暴れたのか。体育館の中にどこか抜け道があればいいのが。タクロ！よかったな、無事で。こちらこそ無事でよかったです。みんなは？ミカが。そうか、ミカが。とにかくタケシと合流しましょう。ああ。あの部屋に化け物が。ミカ、あの化け物のせいで。数時間後。あ、そっか、ヒロシがあれするか。あ、で、首吊りのところで、うんうん、つながってきた、つながってきた。あ、で、これどうすんだ。おお、
理科の次は竹島だ。先生だけでも絶対に助けなきゃ。あれ？ここで別れたんだっけ？竹島。あれ？ここで別れたんだっけ？まあ、とりあえず整理するか。あー、別れてないよ。普通にヒロシおったわ。あ、じゃあここで進めて、あ、ここなんだっけ？え、ここな、次、え、ここのイベントなんだっけ？うわぁ、あー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 、思い出した思い出した。あー、ここね、昨日やったばっかりなのに昨日やったんだぜ、これ。あの、多分、投稿自体はね、ゆっくりこう投稿してるけど、これやったの昨日だからな昨日やったに忘れてるというね。いやよ、助けて。チキチョ、おい、化け物こっちだ。え、消えた。どこへ逃げるか。こっちだ。あー、あ、あれ、ダメだ、戻ったらあの化け物が。あれ、こっちの道って来てない？初めてか。うわー、びっくりした。地だけで済むか、下打ちだけで済むのか。頭痛かったな今。音でけえ。音でかくしてる俺が悪いんだけど。こっちは何もないのか。とりあえず進んでみるか。うわあ、なんだこの化け物は。あれ、あ、ん、あ、これ絶対出てくるやつなんだ。ほらこれ絶対出てくるじゃん。あ、なるほどね。ここまっすぐ行けるんだ。あ、あ、調子乗ったな俺。今俺完全に調子乗ったな。あー、完全に調子乗りましたわ。本当に調子乗ってしまったな。はい、先生、で、こっち逃げろ。で、わーいって、わーいって、ほーいって、こっち行って、はーいって、わーいって、下行くやろ。いや、調子乗ったな。今のあの、今日のイベントではないんだよ。あ、うるさい、うるさい。ここの、あれ、イベントはうるさいな、ほんとに。多分下に行って、左に曲が、右に曲がっても出てくるね。絶対出てくるところなんだ。うん、絶対出てくるところだな。なんだ、この部屋は。気味が悪いな。確かに気味が悪いな。壁に白い文字が書いている。バツ丸丸バツ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 。なんだろう。な、本当になんだろう。床のスイッチが起動したようで。あ？あ？あ？消えた。あ？あ？待って。よし、ここまで戻ってきました。さて行くぜ。セーブしなかったからな。で、多分ね、これなんかあるんだろう。丸バツ。あ？丸丸バツ丸バツ丸丸。これはバツ丸丸丸バツバツバツ。あー、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。はい、オッケー。ということは、左上踏んだ瞬間バツってことは、バツのところを踏むと青鬼が出てくるよっていうやつか。出て、上が左上。あ、下はないんだ。下ないの？下はないのか。じゃあこの真ん中と上のやつだけでいくと。見えた。丸丸丸丸丸丸丸。はい。これ右でいいと思うよね。あ、ダメだった。下か。でも解読しよう。ここはダメなんだろ。ここは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 、あ、よし。あ、ダメや。わかったわかった。真ん中、左から真ん中真ん中上上上下真ん中真ん中真ん中、意味がわからん。あ、待って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 いっぱい、待って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 、あ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 、地獄絵図になってたな。一瞬だけだが地獄絵図になったな。あ、もうわかったよ。
真ん中、真ん中、上、上、上、真ん中、真ん中。はいはいはい、OK。もう、俺の頭の中には道ができている。きた、電気のつかないランプ。はい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 。ほい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 。はい、これが正解。あ、みんな覚えましたね。こう行って、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 こう行って。調子乗ったら失敗したら、また青鬼が出てくるからな。さあ行くか。よいしょ。したらどこに行くんだ？うお、めっちゃ下行ける。あ、ここでランプをつけるんか。で、ランプのその火がどこにあるかだよな、セビショー。ランプはどこにあるんだ？あー、これもしかしてさ、逃げてさ、上に行けってことかな。ちょっと難易度高いな。よし。ここで逃げて、よしよし。でここで負けってことか。こいつ何しようや。はい、来いや。あ、バグったバグったバグった、やったバグったやった。またこいつバグったぞ。ビビッチョ、おお、あ、バカバカバカ、俺調子乗った。あ、こいつまたバグったぞ。バカが、バカが、俺に関わるからだ。お、電池きた。これであれだな、ランプつければいいんだな。あ、こいつバカだな、こいつアホだな。バカが、じゃあねー、もう調子乗らんぞ、もう調子乗らんぞ。とりあえず探索しよう。あ、探索する必要もなさそうな感じだな。よっしゃ、じゃあまず左側から探索しようかな。メニューでセーブしてっと、はいと。でランプをここでつけると、乾電池を入れて、はい、でランプを使うと、はいと。 OK。 したら何があるんだ。青に出てくんなよ、ここで。おお、来た。あ、出てくんなって言っただろ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。